はい、はい、今日もやってきました。今日の結果はセナちゃんの N ボックス紹介するぞのコーナー第1弾2弾あ、そうですね、この間白のやつやってました、うん、はい、今回は下取り、あ、下取り者ですか、うん、はい、極上の下取り者が入庫しましたと。うち極上の下取り者多いですもんね。多い、はい、今回いつもと同じく、はい、ちょっと N ボックスを紹介しつつ、はい、で、この極上の N ボックスを、はい、鬼軍曹プライスでおご提供しますと。いいじゃないですか、うん、で、今回はあのセナもおるから、はい、うん、セナに紹介しような、はい、うん、まず今から下でさ、はい、またあの下取り者の N ボックス、はい、あのセナにこう今日紹介してもらおうかってなってるやん、はい、セナ前あの俺の N ボックス乗った時いいっすねいいっすねって言って結構なんかノリノリやったやんか、うん、はい、キャンキャン、だからなあわよくばな、はい、買うんちゃうかなと思って、はい、だからまあ一応手では、はい、セナにあの説明してなっていうあれやけど、はい、ちょっとセナの様子を見ながら、はい、うん、ちょっとあのどんどんセールス畳みかけていくんですか、畳みかけていくわ、はい、うん、それ結構面白いんちゃう、それでほんまに買うって言った日にはお結構面白くない、面白いですね、な下取り者紹介してる時に買う、これかなりの急展開やけど、はい、まあちょっとどうなるか分からんけどな、そうですね、まあセナの気持ちでですね、まあ、お前欲しかったら多分買うって言うでしょう、言うやろな、はい、うん、まあ、ちょっと今回その辺も注目しながらちょっと見てもらえたら、分かりました、今度よから紹介していきますか、レッツゴー、できる、はい、N ボックス一回やってるから、そうっす、うん、1回目どんどん超えてくるからセナは上がっていくハードル、うん、どん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 クオリティ上がっていくから、はい、うん、ハードル高くなってる、うん、高まっていく、うん、だからもう今回はもうセナにちょっと任してやってもらおう、はい、あ、なんかちょっと汗出てますよこれからこれあの店長と同じ前回の動画と、うん、同じグレードじゃないか、同じ N ボックス、ね、カスタム、カスタム、うん、さあどこから、え、どこからでもいいよ、うん、まあでも黒と白であれですね、印象だいぶ変わりますね、変わるな、はい、うん、ちょっと黒のがいかつい感じが出てます、そうやな、はい、かっこいいっすね、かっこいいな、見てください、うん、釣り目具合、え、釣り目具合白色リンじゃない、白色リンまああのこの前紹介したやつとはちょっとグレードは違うねんけど、はい、今回はあの、はい、GL っていうグレードで、はい、まあホンダセンシングがついてる、ホンダセンシング、うん、安全装備的な、そう、ああ、うん、まああのウィンカーとかは一緒やねんけど、一回じゃあ電気回りだけつけろ、わかりました、はい、おっかっこいい、ポジションが、え、うわ、あ、惜しい、おお、流れてる、流れてる、チンチロしてる、チンチロ、チンチロしてますね、チンチロ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 、おお、かっこいい、いいっすね、ヘッドライトが LED で、うん、ヘッドライトとか一緒やね、フォグランプも、はい、ただグリルが、はい、ちょっと違うな、ここが、あれ前どんなんでしたっけ、もっとなんて言ったらいいの、あの、蜂の巣っていうか、うん、これやったらまだつるんとしてるやんか、はい、ここそうですね、もっと吹きにくい、もっとなんていうの、ちょっとこう穴が、え、ちゃんと奥行きがあったって、そう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 、だから俺洗車の時いつもめっちゃ水たまるから、はい、うん、ちょっとバババババババーンってあのただやって水落としてる、お手入れもしやすい、あ、こっちの方が、うん、しやすい、そうですね、なってます、うん、やば、はい、グリル結構雨じみできやすいですもんね、そうやね、はい、ずっと乗ってるんで、でこれはもうどの車もそうやねんけど、やっぱりこのボンネットの隙間とか、はい、グリルに溜まってる水が走ったら、はい、滴っていくやん、あ、はい、うん、それがまあそのまま放置するか、雨じみには、そうですね、綺麗、うん、やろ、綺麗です、綺麗です、うん、さすが牧場というだけあって、はい、あとはまあ横、横っすか、また俺紹介しだしてね、はい、続いてはサイドお願いします、はい、はい、今回は14インチになっております、あ、タイヤは、あ、ホイール14インチ、ホイール変わってんだ、前と、ちょっと違いますね、うんうん、
ターボじゃないグレードはこのアルミホイル。ああ、うん、あれターボってあれですか、シルバー。あ、同じような感じやで、プラポリみたいな感じ、うん、デザインがちょっと違う。あ、そうなんですか、うん、全然詳しくないですね、まあ、俺は乗ってるからよくわかるというか、はい、うん、いや、やっぱりあれですね、三角窓、もう三角じゃないですもんね、もう、うん、平行四辺形、平行四辺形窓20年ぶりぐらいに言ったわし、平行四辺形やっぱね、高いですね、平行高いなぁ。セダン何センチだっけ。私157です。でも、でもまあ、あのメインではやっぱこう女の子が街中ではよく乗ってる、うん、そうですね、うん、Nボックス来た、やっぱり女の人か、うん、Nボックス乗ってたらこう、はい、まあ、あの3割増し可愛く、そうですね、持てますか。持てる。助手席にあの男性さえ乗ってなければ持てる、うん、そうやな、いいですね、うん、ちょっとなんかこの辺女の子っぽく、ね、ぬいぐるみとか置いてる、いや夢、それでも、セナ、あの、大阪ちょっと走ってきてみーな。どんだけ声かけられるか。で、あとは、まあ、なんといっても、はい、このパワースライドついてるから、はい、まあ、おすごい、綺麗と思えないですね。楽々や。あ、シートも、前の店長のやつと、あれ一緒ですか、これ。あの、ターボは、はい、あの、ハーフレザー。あ、ハーフレザーですか、うん、今回はあのファブリックシートというか、はいはい、うん、ちょっと温かみがありますね。温かみがあるどういうことぬくもりが感じられる、うん、布団っぽいってことじゃん。あ、そういうことですかね、うん、ぬくもりに飢えてるから瀬名はシッシッシッ、真ん中にそのラインが入ってるのが、しかもこれがビトン、ビトンみたいな差し色でね、ちょっと茶色が、うん、いいぞこれは、はい、うん、いいな。綺麗ですね。綺麗やな、はい、うん、セナ、じゃあ次ちょっと前やって、車、え、私はですか、うん、前やって、え、いいです、失礼します。そろそろ畳みかけていくか鬼セールス始まるで、わかりました。はい、セナめっちゃ可愛いぞセナめちゃめちゃ可愛いぞ、お前似合ってる、もっともっと、最高や。あー、やっぱめっちゃ似合っとったで、セナ。ほんとか、似合うす、めちゃめちゃ似合ってる、な、似合ってましたね、うん、え、セナのために作られているんじゃん。ういっしょ、あ、恥ずかしいはい、じゃあ続いてリア周り、はい、リアももう見てもらったら分かんねんけど、はい、まあ前と一緒で、まあ、特にこうカスタムとかしてるわけじゃないねんけど、はい、うん、でまあこれはもうカスタムですもんね。そう、せやなんかあの前の Nボックスとちょっと違う点が1個あんねんけど、分かんねん。え、あ、これなの。あ、ほんまや、あ、確かに、あ、これとは別で、うん、確かにリアワイパーついてるわ。 そうですね、うん、それと別にもう一個あるわ、はい、うん、そう、俺が気づいてなかったわえ、外したこと忘れてたスモークですか。あ、スモーク、あ、スモークもそうやね。あ、ちょっと、うん、そこついてくるかって感じですね。ギブアップやったらちょっと可愛くギブって言ってくれたら教えるから。ギブ。はい、じゃあ続いて内装いきます。はい、え、可愛くなかったもん今の。ここのリフレクターの部分にこう、はい、ほらメッキの、そうですね、まあ、ガーニッシュというか。そこかなと思ってました。ああ、え、前は何もついてなかった。あ、ここがもうついてた。そう。あ、なるほど。かわいい。なんか、もうかわいいですね。うん。ああ、ここだけでしたっけ。うん。あ、ああ。キーパーがついてる。はい。うん。もうワンポイントがあってかわいいですね。いいやん。いいですね。うん。で、セナ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 。
でセナ安心のバックカメラもついてるから。おお、うん。今の車にはついてないです私の、うんうん。あ、ここは一緒ですね結構。一緒やな。広くなるやつですね。スピーカーも後ろついてるわ。おお、うん。あ、スピーカーも。うん。後ろについてるのが音が。贅沢ですね。うん、音が綺麗。そうですね。じゃあこのままの内装行くか。はい。はい、じゃあ、はい、まあ外装はそういう感じやってんけど、はいはい、うん、まあセナが最も大事やっていう内装、はい、大好物の内装に、うん、突入したいと思います。お願いします。踏み入れたいと思います。失礼いたします。まずこの、はい、90度に開くドア。おー、違いますねこれはほんまに安定の90度です、はい、うん、ありがたい。全部開きますね。うん、前の N ボックスと、まあ、1個違うのが、はい、さっき向こうパーソナルドアやってんけど、あ、今回はこっちは手動。あ、片側電動なんですね、うん、でもやってみて、せな開けてみていいかな。めっちゃ軽いじゃないですか。めちゃめちゃ軽いんこれ。へ、うん、ほぼ電動ですよ。ほぼ電動、半自動、うん、軽っ。そうやね。で、まあ運転席もある。お、ホンダセンシングついてるから、はい、うん、ホンダセンシング、そこにスイッチがあって、はいはいはい、で、マスターそのままステアリング、このオートクルーズと、オートクルーズ、前の車をあのレーダーで見て、はい、あとはもう車線、はい、車線もある程度こう、うん、操縦してくれるから。これ、あれですか、あの押したらそれずっとそのスピードで、そう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 、で、前の車切ったら減速する。はいはい、めっちゃいいじゃないですか。で、まあ、この辺りでオーディオ関係操作、音楽、そう、わー、で、小物入れもここあるし、うん、はい、うん、で、N ボックスはもうルームランプもともと LED やから。おー、いいですね、うん、で、もちろん ETC もついてる。はい、お、あ、そこに高速乗れるやつですよね。乗れる。うわ、せな高速乗ったことないって言っとった。私はないです。高速教習だけ。教習だけですね。ああ。で、まあドリンクホルダー。はい。うん、で、まあエアコン周りやねんけど、はい、まあ今回のナビ、今回あのナビじゃないねんけど。はい。ナビじゃない。うん。まあオーディオ。オーディオ、はい。うん。まあテレビラジオとか、Bluetooth のオーディオついてるから、あ、音楽聴ける。あ、音楽聴けるんですか。うん。ナビじゃないっていうのはどういうことですか。ナビ機能ついてない。あ、そうなんですね。地図が出ないってことですか。そう。へ、うん、なんかオーディオ、これ音楽聴いたら十分ですよね。うん、うん、俺の iPhone の名前出てるやん。やばい、ウイルスに感染します。これ初めてエアドロップする人結構ええってなんねんや、はい、うん、私そうでした。うん、せな最初そうやった、はい、え、ほんまにパスすって、うん、で、アイコンのマークのほんまあのバイキンみたいなマークになってるから悪意に満ちた、うん、で、あとはここにもともと USB の充電器2口あるから、もともとついてるのが多いですね、やっぱ、うん、もう考えられてるから、小物入れ、グローブボックスと、うん、収納が多い、多い、4次元ポケットですね、うん、じゃあセナス、まずちょっと座ってみいな。はい、失礼いたします。まあ、これは今乗ってるからな、はい、うん、あー、これですよ、これなんかこれですよ。でも、やっぱ似合ってるけどな、セナ。そうですね。あ、やっぱあれですね、女の人が乗ると可愛いですね。お似合いですよ、セナさん。お似合いですよ。で、私、あの前回あの店長の N ボックス紹介してからずっとあの N ボックス、N ボックスって言ってたんですよ、うん、その直後に入ってきて今紹介してるんですけど、一週間後じゃん、これ。そうですね、めちゃくちゃ、うん、しかもセナ、黒の方が好きなんじゃなかったっけ。いや、私黒派ですね。ドストライクやな、なんですかねちょっと、いいっすね。いい巡り合わせやな。あ、そうですね、うん、これまさかの、あのセナちゃん買いますに変わるかもしれない。え、ちょっと、思いますか。ユウ、買っちゃいねえよ似合ってるけどな。はい、いいと思います、僕も。だってセナ、N ボックスは、まあ今はな、あの、一人身かもしれんけど、結婚しても乗れるからな。そうですよね、うん、お子さんがいても安全に乗れますしね。だってうち実際に乗ってる、乗ってますね、うん、
で安全装備もかなりついてるから、はい、うん、これは欲しくなるじゃないですか。 そんな言われたら欲しくなっちゃう、うん、まあ、もうちょっとでな、車検も切れるし、めっちゃちょうどいいやん。あ、この車、このパターンは、え、まさかのどうする？え、あ、僕に言ってますか？え、セナに聞いて。え、どうする？いや、別にセナが買わんかっても別に、これはもう YouTube 載せたら多分もうその日に売れてしまうから。え、これも仮に買うってなったら買えるんですかね、私。それはでも、え、どうやって買うの？現金？現金？激激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 そこは大丈夫です。このままでも進んでいって、ほんまにローン通りませんでしたって言ったらバレるで。あ、ちょっと隠してください。バカ寒いですよ。ちょっと心配になってくるじゃないですか。大丈夫大丈夫、ね、俺がついてる。おお、強い。まあ、最終のジャッジは、あ、まあ最終のそのローンの審査って言ったらローン会社と思うやんか、はい、うん、セナの場合は最終ジャッジ俺に来るから、ローン会社 の審査してる人が俺に相談してくるから。うん、じゃちょっとだから普段の勤務姿勢とかも見た上でちょっとあれをゴマを吸って。今更ゴマ吸ってどこ行って、ちょっと肩とか凝ってるんですか？凝ってないわよ。もう今更遅いねん。めちゃめちゃ媚び売り出した。今更遅い、もう遅い。いや、ほんまに私、買っても大丈夫ですか？いや、それはいいよ、全然。ちょっと、でもこんなに勢いで決めちゃったらいいんですか？あ、車買うときは、ノリと勢いやから。ノリと勢い、うん、ノリと勢い、ノリと勢い、そうですね。いや、欲しい。でも、だって、セナ、じゃあもう、最終やで、これは。はい、うん、セナ、忘れてんのか？ほら、もうこんなんソロキャン余裕で荷物乗るで。ソロキャン、ソロキャン、最後の推しの一言ですね、うん、これは。うわ、しかもね、ちょっと思ったのが、これスノボーも行きますよね。スノボーも行ける。そして車で寝れるやつですよね。寝ようと思ったら寝れるな。で、見て、シート1個余ってるから、彼氏できたら彼氏と一緒に行ける。おい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 、結構夢が広がる一台。いや、夢しかないよ、この車は。うわー、夢しかない。夢りん、もう、ちょっと待ってください。欲しい欲しい。すいません、さっき言ってたけど、車買うときは乗りと勢いだから。乗りと勢い、うん、乗ってる。まあ、乗りと勢いっていうか、まあ、いいなと思ったらやっぱその時はあれやわ。そうですね、 Bluetooth ついてるで。おっ、しかもなかなかやっぱ出会えないですよね、うん、で、ナビ、画面ついてる部分、はい、もうここじゃないから、うん、俺覚えてるから。ナビこの辺についてる。前言っとったよ。私のナビもこの辺ついてるんですよ、言うて。こうやって見ないと見ない、うん、うわー、いいと思うけどな。え、店長、これちなみにおいくら前なんですか？おいくら前？これ？はい、セナやから、うん、そりゃ出血大事です。お、でも金額聞くっていうことはもうこれはもう買いますって。やっぱノリと勢いなんで、うん、あ、言うの忘れとったけど、うん、年式、はい、うん、年式もだって29年式で29年、うん、楽しい。で、距離も見てほしいねんけど、4万3000キロ。おー、あ
で、セナ、なんせ車検今年の2月に受けてるから、もう再来年の2月まで車検ある。うん、やっぱ極上すぎる。残ってんな、車検で、込み込み、うん、全て込み込み。じゃあ、まあ気になる価格、すいません、もう買わせていただきます。あ、頭下げるのこっちやから。あ、すいません。図が高いな。出血プライスで出しまいたんすな。ちょっとびっくりしました。よかったやん。その代わり、その車の、登録名義変更とかしなあかんやんか。はい。そういうのは、セナ、自分で、はい、そうです、行ってやってみて、はい、うん、あれやったら俺ついて行ってあげるから。おお、うん、っていうか今日セナ何時までやったっけ。今日5時までです。5時まで。え。あ、まだお昼にもなってない、はい、住民票取ってくれやんか、はい、住民票取ってきたら軽自動車すぐに名義変更できるから、もう今日逆にできるで。あ、私マイナンバー持ってるんで、すぐ取れます。コンビニで。コンビニで。おう、テレレレレレン、テレレレレン。それは近所にあるのセブンイレブン。あ、セブンイレブンやった。あ、俺の家の近所ファミマや。ああ。どこ。いいやん。な。これじゃあもう今日から私の車ですか。そうや。いや、いいんですか。え、どうする。ほんまに行くんやったら。え、ほんまに行くけど。いや、もう。ほんまに欲しいんで、ちょっと取ってきます。じゃあ、あ、もう、あ、コンビニ行ってほんま取ってき、昼食べたらそのままついていってあげるわ。はい、うん、え、この、この、この、行くんですか。え、うん、取ってきや。え、紹介動画いいんですか。あ、さすが、あ、紹介動画、あ、でした。はい、でした。でした。でした。Nボックスでした、はい、え、じゃあもうすぐ行ってきます。うん、30秒で頼むで。はい、セナ、はい、1個言う忘れとった。俺が動くっていうことはそれなりのお金はかかるで、別で。店長、またまた。ちょっと上がってますね。上がってんな。はい、でもまんまと、まんまと、まんまと。まあでもセナ欲しいって言っとったから。そうですね、めちゃめちゃちょうどよかったですね。うん、でもこんなに俺もうまくいくとは思わなかった。はい、相当欲しかったんちゃいますかね。まあ相当欲しかったんやね。はい、うん、これ勘違いされるかもしれへんから、はい、1個訂正だけしとくけど、はい、今回セナにこうドッキリみたいな感じで、はい、カウンちゃんってなってどん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 押していったけど、はい、うん、普段は一切そんなことありません。そうですね、うん、ないよな。ないです。ないよな。ないです。うん、まあ、普段はもっと密にお客様 の、はい、ニーズをこう聞きながらやってるんで、はいはい、その辺はご安心ください。はいはい、ということでセナが住民票取ってきた登録行くって言っとったから、はい、うん、なんか知らんけど俺ついていかなあかんくなったから。そうですね、まあ、可愛いセナやから、はい、うん、ちょっと人肌脱ぐわ。わかりました。はい、これ自動車税の申告やから、これ終わったらあとナンバープレートもらってつけて終わり。行きました。大阪。あ、9822。9822。車検証変わってる。じゃあ帰りの運転は、はい、ちょっとセナに託すわ。あ、鍵ですね。はい、あ、失礼します。キー10億散らす。はい、うん、では夢のカーライフへ出発。セナ、これ一旦停止、一時停止。うわー